YouTube 聖書、新学校の聖書メッセージの時間となりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、えー、もう、えー、6月がもうすぐ、もう7月ですね。はい、えー、えー、では早速、えー、お祈りいたします。えー、天の一の神様、あなたは皆を賛美いたします。えー、この、 YouTube 聖書進学校の聖書メッセージの始めから我々で導いてください。お捧げします。えー、賛美み、えー、言との時、犬、えー、の時、牧尊の時、えー、神様が導いてください。えー、この者の思いと口ぶりを整えて清めてください。こ、えー、とまれと賛美を主に気して始めにあたり、イエス様のお名前によってお願い,いたします。アーメン。はい、えー、マスタートです。えーこの ののメッセージの時間となりました今日は新約聖書の、えー、第2のテサラニケからのメッセージとなります。歌唱からのメッセージとなります。えー、今日の主題は、まあ、いつも、まあ、聖書を読んでではないですけど、えー、第2テサラニケの手紙の3章の3章の箇数となっています。ご、えーまあ、説の部分から、えー、どうか。 主が、えー、あなた方の心を導いて神の愛とキリストの忍耐とお待たせてくださいますようにという,うご説の部分から、えー、今日の主題とさせていただきました。感謝いたします。えー、では、えー、賛美をもって、えー、始めていきたいと思います。えー、聖歌のこの賛美ですね。聖歌の賛美をもって始めていきたいと思います。聖歌の聖火,、えー、火521番、えー「生きて告げよあまねく」。 ローマ人の手紙13章12節夜、えー、をふけて日近づきぬ、uh, Where story of the,、uh, to, to, the to, tell, to, tell, to tell to the、uh, nation4 分4分で入ってですね選挙の題になっています、えー、聖歌の529番「雪手告げよあまねく」3回「雪、は、手、い、告げよあまねくいずこにいた」 身にも心をばかえて新たにせよと新たにせよと暗き闇もしばし気のないなるイエスの輝きを照らす明日は近し 歌え人の心をもたげてイエスにとゆかしむる歌をうれしき声にうれしき声に暗き闇もしばしきの日なるイエスの 輝きを照らす明日は近し語れとめ語れ人を積り滅びの中より救わんがために下りエスを下りエスを 闇もしばし、儀の日なるイエスの輝きを照らす。明日は近し、示せ救いの君を苦しみたまいし、このイエスのほかに、 救いはあらじ救いはあらじ暗き闇もしばし木の日なるイエスの輝きを照らす明日は近しいはい、えー、感謝いたします。 えー、聖果の529は「生きて、次をあまねく、はいえー」なかなか賛美は、えーまあ、日,日頃賛美しないと、えー、すぐには、えー、なかなか歌いづらいですね。はい、えー、ちょっと、えー、では、えー、早速今日のメッセージの箇所を確認していきたいと思います。 テサノケビトの手紙、えー、3章ですね。えー、第2テサノケビトの手紙は、えーまあ、3章で終わりますね。1章と2章と3章ですね。では、えー、あのど少し、えー、また拝読する前に、えー、一言お祈りいたします。えー、天の父なる神様 えー、改めなお賛美いたします。えー、御言葉を感謝いたします。どうかこの者がみ、えー、言葉を曲げることなく、歪めることなく、正しく理り返ってきますように助けてください。私の肉の思い、私個人の肉の主観ではなくて、神様の御心を教えてください。血を見たま、精霊によって教えてください。この祈り、イエス様のお名前によってお願いいたします。あめ。<laughs> では。 御、えー、言葉を拝読いたします。えー、第二テサノロビ,、えー、ビテの手紙参章い、えー、きます、えー。終わりに兄弟たちを、えー、私たちのために祈ってください。主の御言葉があなた方のところでと同じように早く広まり、ま,またあがめられますように。また私たちがひねくれた悪人どもの手から作り出されますように。 全ててのの人が信仰を持っいいるでではないからですしかし主は真実な方ですからあなた方を強くし悪いものから守ってくださいます私たちが命じることをあなた方が現に実行しておりこれからも実行してくれることを私たちは主にあって確信していますどうか主があなた方の心を導いて神の愛とキリストの忍耐等を持たせてくださいますように兄弟たちよ えー、主イエス・キリストの皆によって命じます。えー、しまりのない歩み、えー、方をして、私たちから受けた言い伝えに従わないでいるすべての兄弟たちから離れていなさい。えー、どのように,しに私たちを見習うべきかは、あなた方自身が知っているんです。あなた方のところで私たちはしまりのないことはしなかったし、人のパンをただで食べることもしませんでした。かえって、えー、あなた方の誰にも負担をけ かけまいとして昼も夜もロークしながら働き続けました。それは私たちに権利がなかったからではなく、ただ私たちを見習うようにと身をもってあなた方に模範を示すためでした。私たちはあなた方のところにいたときにも働きたくないものは食べるなと命じました。ところがあなた方の中には何も仕事をせず、おせっかいばかりしてしまいのない 歩み方をしてていいるる人たちがあると聞いています、えー、こういう人たちは、主イエスキリストによって、命じまた進めます。静かに仕事をし、自分で得たパンを食べなさい。しかし、あ,あなた方は、絶えむことなく前後を行いなさい。教達を、もし、えー、この手紙に書いた私たの指示に従わないものがあれば、えー、このような人には、特に注意を払い、交際しないようにしなさい。彼が恥じるようになるためです。 しかし、その人を敵とは見なさず、兄弟としていましめなさい。どうか平和の主ご自身がどんな場合にもいつもあなた方に平和を与えてくださいますように。どうか主があなた方すべてと共におられますように。パウロが自分の手で挨拶をかけます。それは私のどの手紙にもあるししです。これが私の手紙の書き方です。どうか。 私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方あ全てと共にありますように。はい、えー、感謝いたします。えー、第2、えー、テサロンの手紙の参照でした。では、この箇所から、えー、今日のメッセージとなりますけど、うまえー、この、えー、フ,ランシスフランケン・ベイカ先生の イラストはやおかり聖書ガイドブックから、えー、テサラ抜ケペの手紙を見ていきたいと思います。えー、テサラ、えーまあ、テサラ、えビ、ー、ト、えー、への手紙第2を調べましょうということで、えー、著者著、えー、著者は、著者はパウロです。一、えー、章の一節と三章の十二節に。 書いてあります宛先「タサナヌクン教会」「信者の旨は」はこの第二の手紙は第一の手紙のおよそ6ヶ月後に、えー、コリントで書かれたようです。背景「えー、パウルはこの手紙を教会を励ますためとタサナヌーの人々がキリストの再臨についてもっとついにについて持っていたいくつかの追加的な質問と関心に えー、答えるたために書きましたのメッセージとして、えー、1つ、えー、ある人々は、えー、クリスチャンを迫害したパウロは信仰生活が困難な時でも、えー、イエス・キリストにあって政治を続けるように彼らをかけました、えー、ある偽りの教師たちが死はすでに再臨されたといってパウロは不法の人が現れて 自分こそが神であると主張するまではイエス・キリストの再臨は起こらないと説いた。3. パールは自分のためにイエスについての良い知らせが広められていることのために祈ってくれるように人々に願った。彼はまた全ての人が自分自身の生活のために働き善を行うことに疲れることがないようにと指示を与えた。 はいえー、では、えー、この、えー、テサノビトへの手紙「第、え、二、ー、のけるキリスト」ということをちょっと述べていきたいと思います、えー、パウロは、えー、イエス・キリストの再臨について教えましたあそのことを考えることは、えー、信じる者たちにとっては喜ばしいことです、えー、もしあなたが自分がクリスチャンであることに確信がないならこの本の最後の章を開いてみてください そこにどのようにすれば神の家族の一員になるかを知る,知る助けを見つけることができます。えー、感謝いたします。えー、はい、えーまあ、このような、えー、フ,ランシスフランケンベイカ先生の、えー、イラスト早分かり聖書ガイドブックから、えーまあ、簡単ですけど、おテザルケビートの手紙第2のをお紹介しました。えー、感謝いたします。まあ えー、テサノヌケビッビトの、うん、手紙は、えーテ,えー、テサ,ヌケ,のテサヌケの教会は、まあ、パオリオによって、えー、始まりましたけど、まあ、短い,い,い期間ですね迫害があって、えー、すぐに次の、うん、選挙地にいいかが、えー、行ってますちょっと確認してみましょうね、はいえー、第一テサヌケの に,に,になると思います、えー、はいえー、はいえー、まあ第一、えー、ビトの手紙のえー はまあ、一章の一節、えー、パウロ・シルワの手も手から、あ父の神及び主イエス・キリストにあるテサロニケ人の教会へ、恵みと平安があなた方の上にありますようにということです。この,、えーまあまあ、この第一の一章ではあ、あなた方も多くの国の中で聖霊による喜びを持って、み事とは受け入れ、私たちと主ともに、 ななるものとなりましたと書いてありますますあ、えー、この短い間にできたこのテ手作業の,の教会ですね。はいえーえー、今人の働きですねちょっともうあの準備不足ですね。えー、人の働きの,の働きに箇所に、えー、このついてあります。 えー、どこかなはい、えー、ちょっと書いてありますね。ひとなたキの,時の、えー、17章からお読みいたします。彼、えー、はあア,ミあアムイピポリスとあアポロニアを通ってタサノけへ行った。そこにはいイライジの街道があった。パールはいつもしているように街道に入って行って、 三つの暗息日ちにわたり聖書に基づいて彼らと論じた。そしてキリストはあ苦しみをけ死者の中からみ蘇らなければならないことを勧めしまた論書をして、えー、私があなた方に伝えているこのイエスこそキリストなのですと言った。えー、彼らの,うちのお幾人かはわよくわかって、えー、パウルと知らずにしたかった。また他に、えー、神を敬うギリシャ人が大勢、えー おり、えー、貴婦貴婦人たたちも少なかったところが、えー、妬みに駆られたユダヤ人は町のならず者を買い集め暴動を起こして、えー、町を騒がせまたヤソンの家を襲い二人を人々の前に引き出そうとして探したしかし見つからないのでヤソンと兄弟たちの幾人かを町の役人たちのところを引っ張っていき大声でこう言った世界中を騒がせてきた者たちがここにも入り込んでいます。 それをヤソンが家に迎え入れたのです。彼らは皆イエスという別の王がいると言ってカイザルの生殖に背く行いをしているのです。こうしてそれを聞いた群衆と町の役人たちを不安に陥れた。彼らはヤソンとその他の者たちから補助金を取った上で釈放した。兄弟たちはすぐさま世のうちにパウルとシラスをベラへ送り出した。 二人はそこに着くとユダヤ人の街ドに入っていった、えー、ここのユダヤ人は手さぬいにいる者たちよりも良い人たちで非常に熱心に御言葉を聞き果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べた、えー、まあ人の働き十軟章の一節から十一節をお,、まあ、お読みしましたけど、えー、この一節 2節に書いてありますね。えー、彼らはア,ムアミポ,ポリスとア,パポアポロニアを通ってテサノ家へ行った。そこにはユダヤ人の街道があった。パウロはいつもしているように街道に入っていって3、えー、つ,つの安息日にわたり聖書に基づいて彼らと論じた。まあ、パウロはこのテサノに行きましたけど、まあ、そこに住むユダヤ人 に、えーえー、妬みを買って、まあ、多くの、えーまあ、4節ありますね、えー、彼のうちの幾人かはよく分かって、パウルとシらスに従って、また他に神を敬うギリシャ人が大勢おり、貴婦人たちも少なかった、このように、えー、パウルの述べた福音によって、えー、クリスチャン、キリストを信じる魂が越されたことに対して、まあ、ユダヤ人は、 えー、妬みを起こして6説、えーまあえー、ありますね7つ物のをから集めて暴動、えー、を起こして、えー、パウルを迫害しましたそこでまあ兄弟ちがテサンの家の兄弟ちが、えー、まあ実説ですね兄弟ちはすぐさま夜のうちにパウルとシラスをベレラへ送り出したと書いてありますこの、えー、迫害、えー、短い間に えー、できた手さんの家の教会に対して、えー、フォローですねあの十分に、えー、伝える、まあ、3つの安息日にわたって聖書に基づいて彼らと論じたということで、えー、まあ3節そしてキリストは苦しみを受け死者の中からよみがえなければならないことをお勧めしまた論書をして 私があなた方に伝えているこのイエスこそキリストなのですと言ったということで、えー、パウロはその短い間でしたけどテスラル向けの教会に対して福音を述べています、えー、まあ、このこのイラスト早分かりでも説明しましたけど再臨に対してにて まあ、しっかりとした考えを持ってませんでしたので、えー、またパウロはテサケの,の教会に対して、えーまあ、第1と第2を書いています。今回の第2ですね、えー、6ヶ月後に書かれたと書いてあります。えー、もう一度確認してみましょう。えーまあ 背景としてさっき言った背景として、えー、パウルはこの手紙を教会励ますためと、テサノ池の,池の人々がキリストの再臨についてもっと持っていたいくつかの追加的な質問と漢字に答えるためと書いてあります。まあ、こういう、えー、テサノ池人の手紙の説明をしましたけど、この まあ、聖書メッセージ、えーまあ、聖書ーを読んでの弟に、まあ、そういう訓練としてますけどこの3章を読んで、まあ、その今日の主題はどうか主があなた方の心を導いて神の愛とキリストの忍耐とを持たせてくださいますように、まあ、こういうことからこのメッセージ、まあ、どういうように、えー、応答していくかを今日の メッセージとして言ってますけど、まあ、8節から、えーまあえー、書いてあります、えーまあ、厳しい今す、うんまあ、めじゃないですけど人,人のパンを食べて食べるようなこともしませんでしたパウロはかえってあなた方の誰にも負担をかけまいとして、えー、昼も夜も老朽しながら片けました。それは えー、私たちに権利がなかったからではなくただ私たちを見らないようにと身をもってあなた方に模範を示すためでした、えー、私たちはあなた方のここにいた時にも働きたくないものは食べるなと命じました、えー、ところがあなた方の中には何も仕事をせずおせっかいばかりしてしまいのない歩み方をしている人たちがあると聞いています、えー、こういう人たちには主イエスキリストによって命じまた進めます 静かに仕事をし自分で得たパンを食べなさいしかし、えー、あなた方は絶えぬことなく善を行いなさい今日たちをもしこの手紙に書いた私の指示に従わないものがあればそのような人には特に注意を払い交際しないようにしなさい彼が恥じるようになるためですしかし、えー、その人を敵とは見なさず兄弟として戒めなさいとその まあ8節から、えー、15節には書いてありますけどこの、えーまあ、テサラの教会、えー、パウロの先ほどお確認しましたけどと、えーまあの働きですねに柔軟書に書いてありますけどパウロは3つの安息道において、えー、述べ、えー、ましたけど、まあ、ユダヤ人の迫害が激しかったので、えー、次のーベレーナの堀に えー、福音を述べ伝えて、えー、テサロニッキには、短い間しかとどまることができませんでしたので、まあ、そういう再任、えーまあ、についてのお、またこのように、えーまあ、しっかりとした手紙を書く必要があり,あありましたので、えー、第一のテサロニッキの手紙が書かれて、まあ、6か月後に書かれたということです、えー、感謝いたします。 はい、えー、この、えー、箇所から私今日のメッセージですね、えー、どうか主があなた方の心を導いて神の愛とキリストの忍耐を持たせてくださいますように、まあえー、背景として、まあ、著者として「まあ、テサの人との手紙を」を見てきましたけど、えー、私は今どういうふうに、えーまあ、応答中かあ適応するか今日のメッセージ、えー、どうか主が あなた方の心を導いて神の愛とキリストの忍耐等を持たせてくださいますように感謝いたします神様の愛を神様感謝いたします私は本当に人間は恥ずかしいですけどクリスチャンであっても他人を裁きますねもうなかなか私は変え取られたものですけど憎なるものが出てきて どうしても、えー、他者に対して、えー、本当に、えー、肉的な思いで、えー、接することがありますけど、えー、そういう時に、えー、神様の愛、えー、主が、えー、私を愛して尊い十字架で尊い血を流されたこと。 キリストの忍耐を神様感謝いたします本当に、えー、恥ずかしいものですけど、えー、本当に、えー、神様の愛十字架の尊い血親を神様の愛を感謝いたします、えー、私はまた、えー、このコロナ禍であって、えー、何が起こるか人生わ、えー、かりません、えー、まあ、前回のメッセージでも 安けさんは川のごとくということを賛美いたしましたけどその賛美を、まあ、作,曲作詞作曲された方は、えー、まあ娘さんを4人を亡くして本当に、えー、厳しいクリスチャン生活にあっても、えー、死にある幸いすべてを益として、えー、よしてくださる神様また 神様がすべてを見てる中にあってくださっていることを神様感謝いたします、えー、私は生きるこの人生で、えー、予防のごとくまあ予ぶ気じゃないですけど予防は、えー、主は与え主は取られる本当に全知全能の神様すべてを支配しておられる神様私の 人間的な目から見ればどうしてという思いが口からまた思いが出ますけど全てを知ってれる神様に幸いに神様感謝いたします私が祈っても家族が救われないまた自分自身の肉の思いで神様に栄光を期しないという そういう現実を見ますけど、ここにあっても死に幸い、死にある幸いを神様感謝いたします。私が救いから漏れるわけではありません。感謝いたします。神様の愛と無知を心より,り感謝いたします。神様の幸い、神様の恵み、慈しみ。 神様のまた取り扱い、愛の道をも感謝いたします。シ、え、ェ、ー、の23三篇を読みいたします。シ、え、ェ、ー、の23三篇。ダビデが死、えー、にあって、えー、こう歌っています。シェの23三篇。ダビデのさんか。死は 私の羊飼い私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を木の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。 私の敵の前で、あなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の酒けは溢れています。まことに私の命の日のカキ、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。えー、感謝です。アーメンです。今の生きている私は。 多くの不思議理不尽のな中を見ますけど神様の幸い <laughs> 恵みを感謝いたします、えー、まあコ、えーヒーを飲んで咳が出ましたけどこれも、まあ、サプライズでないですけど、えー、この今日の主題、えー、どうか主があなた方の心を導いて神の愛とキリストの忍耐とを またたてさいまますすように感謝します皆さんはコロナの中ではまた、えー、私自身も年齢を重ねて、えー、60歳となりましたけど皆さんいかがでしょうか、えー、このお、まあ、チャンネル見てる方は、えーまあ、男性ではほぼ、ね、年齢の高い層になっていますけどどうしても年、えー、を重ねるとお肉体的な弱さを 覚えますけど、えー、このようにあっても、えー、私の歩む人生、さわいを、恵みを神様感謝いたします。えー、この御言葉、聖書、真理に、えー、私自身二十歳の若い時に出会って神様の恵みに預かり、えー、イエス様を個人的に救いに許して,して、えー、受け入れる幸いに、えー、恵みに預かれました。感謝いたします。もし、えー、私が私が、えー この恵みに、えー、預かっていなければどうなったかはあ分かりませんけど、えー、私自身、えーまあ、5人の兄弟で先に、えーえー、兄とお2番目のお,、まあ、お姉さんが、えー、亡くなっていますけど、えーまあ、できれば、えー、このイエス様を信じて 幸いに会いんでほしいと願いましたけどその願いは叶いませんでしたけどこのことも通して私の父も母もイエス様を信じる幸いには預かる恵みを預かっていませんでしたですけどこのことも踏まえてこのように多くのこの動画を通して多くの一人でもイエス様を信じる 魂が起こされることを望んでいます。祈ります。ではお祈りいたします。えー、天の父なの神様、このメッセージの時を神様感謝いたします。この聖書、メッセージ、主、えー、の愛を神様感謝いたします、えー。天と地を作られた神様が私たちを愛しております。 私は罪を持ってこの世に出てきます苦しみますどのように生きればどのように歩むべきかもがきますけど真理はイエスにあります救いはイエスにあります神様感謝いたします天童地を作られた神様私のために十字架で尊臣家を流され3日目によみがえって精霊をお与えなり 今、父なる神の右の座に座して、私のために祈ってださるイエス様、感謝いたします。私は父なる神様、このるイエス様、聖霊なる神様を信じる立場です。また私のうちには神の宮が宿っていられることを神様、感謝します。この神様を一人でも多くの人が知ってほしいということを望存知で、このメッセージの。 を閉じさせていきますでお祈りいたします、えー、天の父の神様、えー、このメッセージの時を,を神様感謝します、えー、一人でも多くの魂がそこからことをお,お祈りして、えー、イエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメンはい、えー、では賛美を持ってもう一曲このメッセージを、えー、閉じさせていきたいと思いますはい、えー、賛美二十9番 えー、99匹の羊、えー、見出すまで、えー、尋ね尋ね残ンや、えー、ルカの福音書15章の4 t h e r e we are 19 and 9」ィィ「救いですね」<laughs> はい、えー、5節までありますけど、えー、頑張って <laughs> 賛美していきたいと思います <laughs> 先ほどはちょっとむせましたけど、えー、聖歌の429番 えー、99匹の羊3はい9九0匹の羊は檻にあれどももだらざりし1匹はいずこに行きしもう一回いきますね、えー、なかなかはいえ調子がメロディが取れませんけど、えー、聖歌の429番99匹の羊は3はい 九十匹の羊は檻にあれども戻らざりし一匹はいずこに行きし飼い主より離れて奥山に迷えり奥山に迷えり 十匹もあるなり、主よよからずや、主は答えぬ迷いし、ものも我がのいかに深き山をも分け生きてみいらさん。 ゆきてみなさん手は越え行きたまえり深き流れを手はすげえ行きたまえり暗き夜道を死に望める羊の 泣き声を頼り、泣き声を頼りに。主は山道を辿る血潮は何ぞ。祖は一匹の迷いしののためなり。見ての傷は 何故いばらにてよかれぬいばらにてよかられぬ谷底より空まで見越えぞ響く失われし羊は 見いだされたり見つかいらは答えぬいざともによみよみよ喜べいざともによろこべ <laughs> え感謝としてますえ聖火の499番。 99匹の羊は、えー、なかなか賛美が思うように賛美できましたけど、ちょっと死を、ね、確認していきたいと思います。えーえー、99匹の羊は檻にあれども、えー、戻,戻らざるし一匹はいそこに行きし、飼い主より離れて奥山に迷いり、奥山に迷いやり、99匹もあるなり、死を よからずや。死は答えぬし魂ものも我がもの。迷いしいものも我がもの。いかに深き山をも分け生きて見出さ。見出さ。分け生きて見出さ。死は答え生きてたまえり深き流れを。死は杉行きたまえり暗き夜道をも。 死に望める羊の鳴き声を見,よ見たれりに鳴き声を頼りに死を山,山道をたどる知性は何ぞそは一匹の真吉者のためなり水の傷は何故茨城にて逆らえる,逆らえる 茨にて、えー、逆らわれる、えー。谷底より、えー、空まで、えー、見越えぞ響く、えー。失われし、羊は見出されたり。えー、見つかえらは越えぬ。いざともに喜べ。いざともに喜べ。えー、感謝いたします。この聖火の429番、99匹の羊は。 えー、イエス様は一人の、まあ、一匹、えー、の前し、えー、羊をも気に留めて、えー、忍耐を持って探してくださいました今日の主題のまの、あ、第二手伝い家の主題の、えー、に、えー、今日の主題ですねどうか主があなた方の心を導いて神の愛と。 キリストの忍耐とを待たせてくださいますようにとの取材を感謝いたします。えー、イエス様は、迷った一匹の子羊を探すために、えー、忍耐を持って愛しておられます。感謝します。本当に、えー、神様の愛と、キリストの忍耐と感謝します。はい。えー まあこういうメッセージになりましたけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ワクチン接種も始まってき始まってます。まだまだコロナ禍厳しい状況ですけど、皆さんの上にかな幸いがありますようにどうかこの御言葉聖書に触れ御よりの切的な教化に集いて。 イエス様を信じるためしとなることをお勧めします。えー、マサートエイシタ、次回の最初、えー、メッセージで、えー、お会いいたしましょう。おマサートエイシタ、シェガエン、レッツ、パッションプリーズ、シャロム、バーイ。